マルセル・シュバリエは、フランスの最後の死刑執行人である。1921年2月28日に、フランスのモンルージュで生まれた。1958年から、死刑執行人、アンドレオ・オブレヒトの助手を務めた。1976年にオブレヒトが健康上の理由で執行人を辞任したため、女子5人のうち1人だったシュバリエが後を継ぐ形で、 執行人となった。フランスはミッテラン政権のロベール・バダンテール、司法大臣の下で、死刑制度が廃止される1981年まで、死刑執行人の公務を務めた。フランスでは1791年以来1981年の死刑廃止に至るまで、ギロチンを使用して、死刑を執行していた。オブレヒトの助手として38人の死刑執行に、携わり、 1976年に執行人に就任してからは二人の死刑執行を行った。1977年9月10日に行われた死刑がフランス最後の死刑執行となった。死刑執行人の公職が廃止されると引退し、印刷業者として働いた。オブレイヒトの命である妻との間には子供を二人儲けており、 長男のエリック・オブレヒトは長年にわたって父の助手を務めていた。死刑制度が廃止されたのは定年を迎える直前であり、もしも死刑廃止が数年伸びていれば、エリックが死刑執行人を継承するはずだった。何度もマスコミから取材を受けたが、大半のメディアがギロチン処刑人という部分だけを強調して報道するため、 マスコミに厳滅して取材を受けなくなった。ありがとうございます。